はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証は歴史の検証ですね。久しぶりにやってみたいと思います。はい、なぜ大石寺は16世紀に、造仏独寿の京都要望寺と通用して9人のホスを要望寺から迎えたのかというね、こういう検証でございます。まあ、江戸時代、まあ、安土桃山時代のからですね、江戸時代初期にかけての、大石寺と要望寺の通用の検証ですね。はい。これはですね、まあ、過去動画1回、動画92で触れておりますが、まあ、本格的な、まあ、造仏独寿の要望寺と、そうじゃない大石寺の通用については詳しい検証まだやってないんですよね。はい。で、その検証を今回やってみたいということなんですが、今回もまたそのリスナーさんからの質問にお答えする形でちょっとやっていきたいと思いますね。で、リスナーさんからのご質問はこういうご質問ですね。造仏独寿とは何ですかって。造仏独寿って何ですかって。まあ、そういう質問がありましたね。それからですね、この大石寺と要望寺の通用で、まあ、仲介役をやったその檀家さん、まあ、信者さんがいらっしゃるわけですよね。大石寺要望寺の仲介役をした聖彦三郎さんという方がいらっしゃるんですが、この人は西山本門寺の檀家ではないかという、そういう質問なんですよね。というのは、まあ、私は過去動画で、この聖彦三郎さんは、大石寺の檀家だっていうふうに言ったんですよ。そしたら、いや、それ違うんじゃないかと。この人は西山本門寺の檀家の人じゃないですかという、そういうご質問ですね。で、この西山本門寺檀家説っていうのは、大石寺59世堀西公が、言ってます。はい。これは富士修学要集第9巻の59ページ、それと67ページに載っております。はい。そこちょっと資料でちょっと確認したいんですが、まず富士修学要集第9巻ですね。こちらです。まずは59ページですね。はい。ここのところ、石王の関係っていう、こういう項がありまして、これ堀西公が自分で書いてるところなんですが、はい。ここにですね、門下の交通は少なだれしと見え、日衆と日衆の、つまり日衆ってのはその当時の要望寺の漢図。それから大石寺は日衆。これは、大石寺のホースですね。の時に西山の聖彦三郎の斡旋遁走によって霊山の通用全くなりというふうに書いてあって、ここにまず西山本門寺の難度だってことが書いてあるんです。続きましては、はい、次は67ページですね。はい。67ページ。はい。こちらです。ここですね。日種と日種の通用という、ここのところ。はい。ここに書いてあります。西山の担当にして地方の有力者たりし、聖彦三郎の熱意の遁走、斡旋があるいは力締めてあるかと思うというふうにここに堀西公が書いてますね。はい。これが富士中学要集第9巻に載っております。はい。というわけで、まあ、これこの聖彦三郎さんって人は西山本の檀家じゃないかということを言って、まあ、質問してこられた方いらっしゃるんですよ。はい。それでまあ、それの固定も含めまして、この今回は大石寺と京都要望寺の通用についてちょっと検証してみたいと思いますね。なんで、大石寺はこの造仏独寺の京都要望寺と通用したのかと。まあ、こういうことですね。で、ちょっと読み方の確認なんですが、この京都要望寺というふうに読みますね。これね、なんか創価学会とかですね、なんですね、よく要望寺って読むんですよ。違いますからね、これ。要望寺って言うんですよ。はい。要望寺。はい。そういうふうに言いますね。はい。もうちょっと読み方はちゃんとここでちょっと確認しておきたいところですね。はい。はい。で、まずですね、まあ、造仏独寿の京都要望寺ってことで、
じゃあこの造物独寿って何ですかって言ってるんですかね。造物独寿ってのは造物と独寿って二つの単語を組み合わせたものですね。造物っていうのは釈迦仏像を造立して本尊として拝むことを、まあ、一般的に造物って言うんですよね。はい。まあ、単石寺、まあ、日蓮成就以外の仏教宗派の大半がこれをやってますね。はい。それで次は独寿。独寿っていうのは、法華経一部28本を独自する権威のことを言ってるんですよね。はい。でもですね、この一部独寿、まあ、独寿って言うんですけども、まあ、日蓮宗でも、京都要望、今の京都要望でもですね、毎日の御行で一部独自はやってないんですよ。そんなね、一部独自やってない。方便本と受領本と、如来人力本と、あとなんか大場だったもんかな。なんかね、それくらいを毎日読むんですよね。はい。で、日蓮宗の場合は、千部会ってあるんですけどね、大きな、その法要があるんですけど、そういう大きな法要で、のみ、この、法華経28本一部独自をやるんですよね。はい。そういうことで、別にこの、造物独自ってことで、独自って毎日やってるわけじゃないんですよね。はい。そういうポイントがございます。はい。はい。それに対して、大石寺では、不造不属って言いましてですね。不造、要するに、造物も独自もやらないと、不造不属って言うんですよ。はい。釈迦仏像を建てない。ゴンヨは方便、法華経の方便本と授業本だけと、をやるんだということで、不造不属の権威であると。いうことですね。そうすると、大石寺は不造不属、京都要望寺は造物独自と、全然権威が違ってるところが、その、通用したと、いうことになるんですが、大石寺、要望寺の通用は、これは歴史的な史実でありまして、それは、大石寺59世堀光子も認めていると。いうことでございます。はい。じゃあなんでこの大石寺と京都要望寺が通用することになったのかということで、まずは大石寺側からちょっと検証してみたいと思うんですよね。なんでそうなったのかということですが、まあ大石寺では、大石寺九州日中の滅亡ですね。12世日珍、13世日印、14世日主と、稚児漢図、つまり少年漢図ですね。幼くして漢図になった人が続いたわけですよね。はい。これは動画99で、過去動画で検証してます。はい。はい。そしてこの12世日珍の代にですね、明王地震というのが大きな地震があって、大石寺が大被害を受けたと。いうことで、今度はその道具を再建のために、まあ、莫大なお金を使ったという検証前やりましたね。はい。これは動画1087でやってます。はい。まあ、これは12世日珍の時ですね。その次の今度は13世日印っていう人は中風になっちゃったと。いうことで、中風になっちゃったらもう、正常なホストとしての職務ができないですよね。なので、もう事実上お飾りホスト化しちゃって、大石寺の塔頭の住職が実権を握っていたということですね。これが動画912で、検証しております。はい。そしてこの13世日蓮の代に、武田信玄の軍勢がですね、まあ、甲斐の国から駿河の国に侵攻してきたという事件があって、この時に大石寺が湯の奥金山の利権を失ったと。で貴重な収入源を、まあ、失っちゃったんで、収入が、この時あたりから激減していったということがあったわけですね。はい。で、さらに、14世日主の時の板本尊事件というのがありました。はい。これは動画922でやりましたね。はい。この事件で、この14世日主が、もうあんたダメだということで、栃木県の小金井の蓮如寺に追放されちゃったということで、後継の皇室が不在だったわけですね。はい。で、大石寺門流の中で後継皇室の人材いないという状態になっちゃったと。いうことが大石寺側であったわけですよね。はい。はい。で、片や京都要望寺はどうだったかというと、富士門流の中では唯一京都。まあ、京都は当時の首都だったわけですよね。はい。日本の中心都市でした。にあった寺院であって、富士門流八本山の中では、
末寺の数、それから信者さんの数が当時は最大規模だったというわけですね。はい、京都洋文寺が一番大きかったんですよ。はい、まあこれが明治時代までそれがずっと続いてったわけです。はい、でまあ京都洋文寺にはですね、まあ、まあ京都にあったということもまあありまして、人が集まり僧侶の人材が豊富にあったということでございます。そしてまたね、こういうことがあるんですよ。まあ世界遺産で有名な大森金山っていうのが島根県にありますよね。でこの大森金山周辺、出雲地方には、この水尊門流、まあ京都洋文寺の松寺が多数あったと。まあ今でもあるんですけどね、まあ、昔はもっとたくさんあったんですよ。はい、で大森金山からの銀の供養があって、まあ、松寺に、まあ、入ってくる。で松寺は今度は本山の洋文寺に上納金をするわけですよね。それで洋文寺が経済力、財力を持っていたということがあったわけです。それの何に載ってるんだというと、実はその本州志向というね、京都洋文寺が出している歴史書があるんですが、それの上巻の347ページに載ってるんですよ。はい、本州志向の上巻というのはこれです。富谷日清という方が書いた本ですね。はい、でこれの347ページですね。はい、347ページのちょうどこの後半のところから載ってます。はい、ここに書いてありますね。さらに元亀天正の頃にいたり、隣国石見大森銀山採掘開始により工業常に古い家の発展の寄付に乗じ教殿開拓を志し云々というふうに、まあ大森銀山まあ石見銀山も言いますけどね、そこの採掘によってお金がその京都洋文寺に入ってきて、洋文寺が大きな財力、経済力を持つに至ったと。まあおおむねこんなことがあったわけですよね。はい、だから結構経済力があったと。そうすると当時ですね、もう経済力や金がなくなって人材も欠乏している大政寺から見れば、大森銀山の経済力、僧侶の人材が豊富だった京都洋文寺の存在というのは非常に魅力的な存在に見えたんではないかと。これは見えますよね。で、要するに大政寺からすれば、京都洋文寺の経済力、あるいは僧侶の人材が欲しいと。まあ、こういうことになるわけですよ。はい。しかも、当時ですね、14世日宗、大石寺14世日宗はですね、大石寺の階段の大本尊主導も満足にできないような法師だったという検証をやりましたね。動画92でやりました。はい。大石寺の、まあ、当時実況に寝ていた達中坊住職としては、まあ、最低でもですね、大石寺の法師っていうのは、階段の大本尊の主導ができる僧侶でないと困ると。そういう発足が欲しかったということになるわけですよね。はい。まあ、こういう事情があったということでございます。はい。まあ、こういう事情があったんですが、まあ、今の日蓮宗主はこういうことには全然触れないんですよね。はい。で、洋文寺が動物独自を捨てたとかですね、大曼荼羅僧侶の大石寺の手になんか変えたとか、あるいは洋文寺が大石寺の末寺になったとか、そういうことをですね、言ってるんですが、まあ、こんな史実は全く存在しておりません。はい。これはもう、過去動画の92で検証しております。まあ、そういうね、もう、歴史の改造をやってるんですよね。はい。まあ、そういうことを、まあ、今の日蓮宗主はやってるってことです。はい。そしたら、じゃあ、本当はどうなんだと。造物独自を権威としている京都洋文寺出身のホッスが、なぜ、大石寺の階段の大本尊の守護をしたのか。あるいは、なぜ大石寺で造物独自をしなかったのかと。つまり、造物独自の京都洋文寺出身の僧侶が大石寺のホッスになったわけだから、大石寺でも造物独自を やるんじゃないかっていう発想になるんですが、実は、大石寺は造物独自をやらなかったんですよね。あ、じゃあ、これはなぜかということになるんですが、
これはね、一つの仮説として成り立つことがあるわけですよ。はい。だから、その、太子寺としては、最低でもですね、この階段の大本尊の修復ができる総理が欲しかったわけですからね。だから、当時の太子寺と京都行幸寺の通用にあたって、両者が密約を結んだという仮説が成り立ったわけですよ。つまりですね、太子寺の実権を当時握っていた立ち坊の住職が、京都行幸寺の幹部、当時の幹部、14代日秀という人なんですけどね。はい。太子寺の階段の大本尊守護と、太子寺では造物独自をしないという密約を結んで、京都行幸寺から9人の発祖を迎え入れたと。まあ、これで成り立つんじゃないかと思うんですよね。はい。そうするとですね、後々、まあ、こういうことがあったと。完全な造物独自論者として有名だった、太子寺17世日世という人がいたわけですね。はい。まあ、この人は、江戸の松寺では、造物独自をやったんですよね。はい。まあ、これは道具が830で検証しました。江戸の松寺では、造物独自をやったんですが、太子寺では全く造物独自をしなかったということがあったんですね。それどころか、階段の大本尊を占用したと。これは動画1055でやりましたね。それから、三重堂に本門階段堂のこの死体を掲げたと。で、そこに階段の大本尊、まあ、レプリカですけどね。レプリカを祀ったと。これは動画880で検証します。だから、こういったことがあったわけで、これは要するに、太子寺と行幸寺がですね、まあ、最低でも階段の大本尊を守護して、太子寺は動物同居しないという密約があったと。いうふうな仮説を当てはめれば、これで完全にエッツができるわけです。エッツですからね。はい。このエッツってこんな字が書いてあるんですよ。会議2って書いてね。エッツができると。これで、まあ、要するに道理が通るということです。はい。で、また日蓮宗中は、京都行幸寺から太子寺へ、通用申し入れをしたんだと。つまりね、日蓮宗中は、行幸寺から太子寺へ通用申し入れをしたことから始まったというふうに、またこれ、言ってるんだけど、言い訳をしてるんですけどね。これは全くの嘘で、全くこれ、史実に反することなんですよ。これは、じゃあ事実はどうだったかっていうと、太子寺から行幸寺へ通用申し入れをしてるんですよ。はい。で、その証拠はですね、14世日秀から行幸寺の14代日秀、漢図に対しての、まあ、マンドラ本尊を送ってるんですが、要するに、太子寺から行幸寺に、そのマンダラを送った方が先なんですよ。で、これは富士年表に載ってます。1587年と1588年の項目に載ってますね。はい。で、これが、富士年表。日蓮宗主が出したものです。1587年に、まず最初に1587年に、太子寺と行幸寺で通行申し合わせをして、太子寺の方から行幸寺に対して三祖日目諸者の本尊を授与したということがここに載ってるわけですよね。はい。最初に太子寺が行幸寺に、まあ、曼荼羅を授与したと。これに対して翌年の1588年に今度は京都行幸寺の日秀が今度日光諸者本尊を太子寺14世日秀に送ったということがここに載ってる。はい。両方とも富士修学行集の記述から書いてあるということですね。だから、どういうことかっていうと、通用を申し入れる方が先に曼荼羅を送ってですね、通用してくださいというふうに、まあ、曼荼羅をその証拠として送るわけですよね。それは要するに、太子寺から行幸寺の方が先でやってるんで、これは要するに、太子寺から行幸寺に対して通用申し入れをしたということですよね。それが明らかにわかるということです。それともう一つは、太子寺の側に、その行幸寺と通用しなければならない理由があったんですけれども、
要望寺側にはですね、大石寺と通用しなければならない理由は何にもないんですよね。それどころか、その日清一つ前の、要望寺第13代の光宗院日清が幹事だった時に、京都要望寺から大石寺に通用申し入れをして、当時の大石寺13世日院が、この通用を拒否してるんですよね。はい。これは、ね、富士修学要旨第9巻の63ページから66ページに載ってます。はい。これはですね、先ほどの、富士修学要旨第9巻ですね。はい。それの63ページから66ページ。はい。ここで、ね、63ページの日清より日円の通用浮上っていうのが、ここに載ってますね。はい。で、その書状がずっと、ずっと書いてるわけです。で、66ページの、ここまでが、そうですね。はい。これが、第13代日院、大石寺の日院、要望寺の日清の時に、要望寺の方から、大石寺に通用したいと。まあ、要するに、当時は要望寺が主導にして、その富士門流をまとめ上げようとしたんですけどね。はい。まあ、それを大石寺が拒否したということがあったわけだから、こういうことがあったわけですから、またその次の代の時にですね、要望寺から大石寺に通用申し入れなどするはずないんですよね。はい。だから、これは、その、14世日主から、要望寺14代日主に対する、通用っていうのは、大石寺の方から通用申し入れをしたと。いうことが明らかですよ。そうしたらですね、日蓮宗宗はまた、なんで通用したんだっていうふうな理由付けとして、要望寺が造仏俗寺を撤廃したから通用したという言い訳をしてるんですが、これも史実に反する嘘であるということです。京都の要望寺が造仏を撤廃して曼荼羅本尊のみにしたのは、江戸時代の中頃の寛政の法難の直前のことなんですよね。はい。もう1700年代の江戸時代中期のことなんですよ。はい。で、このね、大石寺授業生日主と要望寺14代日主の時の通用申し合わせの時、要望寺14代日主は、造仏を撤廃してないんですよ。撤廃なんかしてないんですよね。それはね、これも要望寺が出してる日主年表という本に載ってるんですよ。はい。この要望寺第14代日主の代に、要望寺が本堂を再建して仏像を釈迦堂に祀ったということなんですね。日周年表っていう本に載ってるんですよね。はい。じゃあ、その日周年表っていう本がこれです。はい。ここに日周年表って書いてありますよね。これも富谷日清という方が、まあ、主導して書いたわけですけれども、はい、これまた読みにくい資料で書いてあってですね、ここのところですね。要望寺日主本堂安置所存増留書道再建なるっていう、またこれ難しい字で書いてあるんですけど、ちょうどこの赤い青いマーカーがしてある部分ね。だからこの要望寺14代日主がですね、要望寺の本堂にその書道所存っていうのは、要するに釈迦仏像ですねを増留して、それを祀ったと。いうことは、ここに書いてあるわけですよ。はい。これ、要望寺の公式見解の本に載ってるんだよね。はい。ということであります。だから、要望寺が造仏俗寺を撤廃してから通用したっていうのは、全くの史実に反する嘘っぱちを日蓮宗宗が言ってるってことになりますよね。はい。で、ありますので、まあ、今は、京都要望寺は造仏はやってないんですけどもね。釈迦、この時ずっと祀っていた釈迦堂の仏像を撤廃して、その釈迦堂も今、改ざん堂っていうふうになってるんですけどね。はい。改ざんっていうのは要するに二次尊のことですよね。
二尊堂になったのは、これも江戸時代の寛政年間のことでありましてね、この大石寺十四世日主と養母寺十四代日主の時の通用の時にそれをやったんではないということになるわけでございますね。はい。そしたらなんで、じゃあ大石寺と養母寺の通用で大石寺に金が入ってくるのかということですね。要するに大石寺としては養母寺と通用して金をもらおうとしたわけですよね。なんで金がじゃあ大石寺に入ってくるのかということですが、これは簡単なんですよ。養母寺から大石寺に僧侶が登山する。あるいは大石寺に参拝すると、あるいは僧侶が大石寺に何らかの、まあ、なんか役職をもらって赴任する。あるいはホスになった人もいるわけだから、まあ、大石寺のホスになる、ことによって、養母寺の僧侶が大石寺のホスで供養金を出すわけです。はい。あるいは、養母寺出身の大石寺ホスが登山することによって、養母寺の僧侶が大石寺に参拝して、ホスに金を出すわけですよね。だから、養母寺から大石寺に僧侶が来ることによって、大石寺に金が入ってくると。まあ、こういうことになるわけですよね。はい。そうしたら、また最後にですね、このリスナーの方からの質問です。はい。大石寺養母寺通用の仲介役をした清彦三郎っていう人は、どこの寺院の檀家なのかと。西山本門寺なのか、大石寺なのかと。いうことで、まあ、大石寺59世堀西公は、その西山本門寺の檀家だということを述べてます。はい。これが、まあ、一応、その通説として成り立ってるんですよね。はい。まあ、大石寺59世、堀西公の説が、まあ、一般的に、まあ、仏教界では通説として、まあ、成り立ってるわけですよね。はい。ところが、私も最初にですね、ブログで書いたときに、まだその YouTube のチャンネルを始める前のブログのときにですね、この堀西公の説をそのまま用いて、清彦三郎さんは西山本門寺の檀家だということを書いたことがあるんですよ。それからですね、まあいろいろ自分で検証してですね、まあどうもこれちょっと疑問なんじゃないかという結論に至ったんですよ。それは何かというと、今の本山末寺信者、檀家の制度を発明した人物の一人がですね、大石寺旧制二条であるという検証をやりましたですよね。これが動画975でやってます。はい。いうことがあったと。だから、大石寺の方が先に、まあ、少なくとも西山の本部門でも先に大石寺で、その本山末寺、檀家という、そういう制度が出来上がっていたんじゃないかと、いうことですよね。はい。で、大石寺養母寺の通用、1587年の通用っていうのは、大石寺旧世二中が、まあ、入滅してからですね、入滅したのは1482年ですから、約100年後のことなんですよ。100年しか間空いてないわけですよね。はい。じゃあそんな時代に西山本門寺に檀家制度が果たしてあったのかということになるんですよね。で、今も西山本門寺は、まあ今ですよ、今の西山本門寺は塔頭坊の檀家はいるんですけれども、本坊、いやだからその漢字がいる、その本坊の大坊ですね、の檀家というのはいないと。いうふうに、まあ私、西山本門寺の方から聞いてるんですよ。はい。まあこれは僧侶も言ってるし、信者さんもそう言ってるんですよね。はい。だから、幹事さんはここにいても飯食えないんですよ、なんて、そんなこと言ってるんですよ。はい。だから、基本的にあんまり、その西山本門寺の幹事ってのは西山本門寺いないということなんですよね。はい。そうすると、この先ほどのですね、1587年の大石寺養母寺の通用っていうのは、大石寺の側に、その通用しなければならない理由があったということを、まあ先ほど検証しましたですよね。そうすると、そういう重大な通用をするのにあたってですね、その大石寺従業生日主、あるいは当時、実権を握っていた立ち坊の住職がですね、
まあ他の寺の檀家にこんな大仕事を任せるだろうかなという疑問が出てくるわけですよ。はい。そんなことしますかね。はい。だから、まあ私としては、聖彦三郎さんが西山本文寺の檀家だった可能性が低いんじゃないかと。むしろ、大石の檀家だった可能性の方が高いんじゃないかなと。いうふうに思って、まあ前の動画でですね、大石寺の檀家の聖彦三郎さんというふうに言ったわけなんですよ。はい。そしたら、まあこの聖彦三郎さんの聖家、ね、のお墓がですね、まあ仮に西山本文寺にあったとしても、これはね、この聖彦三郎さんが西山本文寺の檀家だった証拠にはならないですよね。だから、江戸時代に入って、まあ、すべての仏教寺院、仏教宗派で、その、宗門改めてですね、檀家ができたわけですよね。はい。で、その時に、できたものかもしれませんから、江戸時代以降の、その、お墓の可能性だってあるわけで、だから、もう、この1587年っていうのは、江戸時代のちょっと前の、安土桃山時代の話ですからね。はい。まだ、その、豊臣秀吉の全国統一よりもちょっと前の話ですよね。そういう時代のことでありますので、果たして、聖彦三郎さんが西山本文寺の檀家だった可能性は、かなり低いんじゃないかというふうに思って、まあ、私としては、この聖彦三郎さんは、大石寺の檀家の可能性が高いと思って、大石寺檀家というふうに、前の動画で言ったと。まあ、こういうことでございますね。はい。ということで、まあ、要するに、まあ、大石寺ではですね、まあ歴史的な流れからして、まあお金もなくなっちゃったと。経済力もなくなっちゃって、人材も乏しくなっちゃったと。片一方、京都要望寺はお金がある。大森銀山の経済力があったと。でしかもいろんな僧侶の人材がいたんで、まあ、大石寺としては要望寺のお金、人材が欲しいと。いうことで通用してですね、9人のホスが、その要望寺出身のホスとして赴任したと。いうふうに考えるのが妥当なところではないかというふうに思うわけですね。はい。ということで、今回の現象はですね、なぜ大石寺は16世紀に、造仏独自の京都要望寺と通用して9人の発想を要望寺から迎えたのかと、まあ、こういう検証をですね、お送りした次第でございました。関連動画、関連再生リストまでアイマークとか入ってますので、そちらからチェックができるようになっております。スマホでご覧の方、下の概要欄のところに関連動画、関連再生リストがあってありますので、そちらからチェックができるようになっております。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。